第4回シリーズ1着で選びました清水宏之選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。初日走った感じはどうですか？いや、意外とちょっと軽かったんで、この後宮村君と伊藤君のおかげです。日本のレースを振り返ってみてどうですか？いや、もう早めに攻めましたね。恵まれました。明日は準決勝なんですけど、明日に向けてどうかお願いします。またその厳しいメンバーになると思うんですが、また1着取れるように頑張ります。以上で、勝利者インタビューを